調査駅は、鹿児島県姶良市東持田にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官コードは94万522。特急、霧島のうち、一部の列車が停車する。旧、調査村時代の1926年に開業した。姶良市の中心部に位置し、旧姶良町地域の中心駅である。なお、特急、霧島のうち、 同市のカジキ駅にはすべて停車するのに対し、調査駅には一部の列車は停車しない。調査駅を含む区間が開通したのは1901年のことであったが、当初はこの位置に駅は設置されず、茂富駅の次はカジキ駅であった。蒸気機関車による鉄道では、加減速が鈍いため、駅間距離が短いと十分な速度を出すことができず、 所要時間短縮の妨げとされたことが一因である。茂富家事機関は7 1トルで、国鉄の蒸気機関車時代の平均的な駅、設置間隔5トルから7トル程度にほぼ、沿っている。当時の調査村、山田村、鴨尾村が共同で停車場設置の請願書を、文字鉄道局に提出して、ようやく着工の運びとなり、1926年2月に、 完成し4月1日から運用を開始した。開業当日の乗客は522人、運賃収入は122円8銭と記録されている。また、1980年には、委託駅化騒動が起こった。これは、国鉄職員10人が配置されていた駅を、委託駅にする方針に対して町民が猛反発したことによるもので、バス3台で、 鹿児島鉄道管理局に押しかける騒動となった。結局国鉄側の情報により4人の職員が残されたが、姶良町当局が国鉄の利用拡大に協力するという一筆を入れ、その後しばらく町職員の出張は国鉄利用に限定されたという一幕がある。駅舎内一番乗り場端式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線の合計2面3線のホームを有する地上駅。2本のホーム間は古戦橋で連絡している。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅であり、切符売り場が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で簡易守護課改札機が設置されている。守護課は 無記名式のみを券売機で販売しており、窓口では販売していない。また、定期券など、記名式の守護化は購入できない。タッチパネル式の IC カード対応自動券売機が設置されており、守護化ポイントのチャージや、IC カードでの特急券の購入などが行える。また、改札内にも IC カードチャージ機が設置されている。愛良市の中心にあり、 アイラ市役所の最寄り駅である。また、他にも郵便局や銀行、スーパーマーケットなど主要な施設は、一通り揃っている。駅前には、蒸気機関車の動輪が設置されている。調査駅から徒歩5分にある、調査バス停からは、鹿児島中央駅方面、早と、国部方面も多数運行。かつて JR 九州バスが運行されていた。 金郊駅が1986年に開業するまで、東隣の駅は、カジキ駅であり、アイラ駅が1988年に開業するまでの、西隣の駅は、重富駅であった。ABCDE 市のアキラ、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編に JTB、1998年、762ページ。 ISBN 九百七十八から四から五三三ゼロ二九八ゼロ六 AB 鹿児島事業所 JR 九州サービスサポート。二千二十一年十二月七日閲覧。日本国有鉄道旅客局鉄道航路旅客運賃料金算出表昭和五十九年四月二十日現行。AB ア良町調教市改定編纂委員会ア良町調教市。 平成7年10月増保改訂版、P600 南日本新聞社、各駅停車全国歴史散歩47鹿児島県、川で処防新社1981年 AB、サイト上大隅大河原国分鹿児島間44日ぶり、開通 JR 九州。交通新聞。P2 交通新聞。P1 駅情報 JR 九州。 2021年12月7日閲覧、駅別乗車人員上位300駅、九州旅客鉄道、2021年9月8日閲覧、ありがとうございます。